皆様、お買い物中の、皆様、お疲れ様で、ございます、暮らしに、憲法を生かす政権交代、カープ、安倍選手は頑張れ、佐藤秀一、本日は、この議論出張所前におきまして、お伝えをさせていただきます。最後まで、ご協力よろしく願い申し上げます。皆さん、本日、皆さんももちろんご存知の通り、トランプと、キム・ジョンウンの、首脳会談が、行われました。まあ、これがどれだけすごいことかと申しますと、68年間、続いたアメリカと、朝鮮の間のいわゆる朝鮮戦争が事実上終わったということであります。まあ、終わったというと、現段階では、言い過ぎかもしれませんが、話をして、で朝鮮の方は、核を放棄する、そしてまたアメリカのトランプの方は、朝鮮の体制を保障する、要は戦争はしない、攻撃はしないということを確約する文書に、調印したわけであります。1950年、68年前に始まった朝鮮戦争、相当年配の方でももう、ご存じない方も多い、この戦争も68年間、実は法律的にはずっと続いておりました。この戦争が事実上の終結に向かう、これが確定したわけであります。まあ、いろいろ紆余曲折はあるでしょうが、戦争は終わり、そして、朝鮮自体もおそらく、アジアの経済圏に入ってくる、こういう時代が間もなくやってくるでありましょう。まあ、日本が今やるべきことは、もう武器を買うじゃの、憲法を変えるんだと、そういうことをやってる暇は、もうありません。そうではなくて、アメリカと朝鮮の戦争が終わった、そのことによって、大きく現れてくるであろう新しい時代に、対応した、外交と、そして、経済面においても戦略というものではないかと思います。まあ、地方自治の国でも地方自治のレベルでも、東アジアが一つの経済圏になるということは非常にいろんな意味でインパクトが出てくるでしょう。それに対応した政治と、お疲れ様でございます。一日のお仕事お勉強お疲れ様でございますが必要になってくると思います。北東アジアの非核地帯、まあ、これはもう当然やらなければなりません。朝鮮も韓国も核を持たない、他の、国も、核を使わない、そういった北東アジア非核地帯、これはもう当然、やっていかなければならない。そしてさらにそれに加えて、これからは、広島の人が平壌の冷麺を食える、平壌の人が、広島のお好み焼きを食える、そういう時代になってくる。まあ、それを前提とした政治という方向でやっていかなければならないと思います。68年間続いた戦争が終わるということは非常に大きな意味を持ちます。おそらく、予測できないようなことも起きるでしょう。今までの成功体験、まあ、日本だけがアジアで抜きん出ていた、まあ、そういったことを前提にした、そういったやり方というのももはや通用しないという時代がやってくるでしょう。明治維新以来150年間、確かに日本が近代化先頭を切っていたというのは事実であります。しかしもうすでに日本がアジアでトップランナーであるという状態ではもうありません。中国や韓国やマレーシアの企業で
日本企業より給料が高い、初任給が高い、まあ、そういった会社はゴロゴロあります。まあ、韓国はともかく中国やマレーシアでもそういう企業があるというのは私も恥ずかしながら最近知ったことで、非常に驚くべきことでありますが、これが現実です。日本人も自分たちがアジアの中でトップであったという成功体験にあぐらをかいている場合ではないということも、これはしっかり考えておかなければならない、肝に銘じておかなければならないと思います。一日のお仕事お疲れ様でございました。北東アジア比較地帯わけはもちろんのこと、日本、アジアが一つになる、東アジアが少なくとも、まあ、政治的にはともかく経済的な意味では、朝鮮も、半島の北部も含めて一体になると、このインパクトは非常に大きいものがあります。まあ、そこそこ教育水準が高い国が、経済統合していくということになればインパクトはあります。日本もこれは取り残されている場合ではないと思います。今の、古い考え方の政治家ではなくて、若い皆さんが過去にとらわれない新しい考え方でまた世の中を変えてほしいというふうにも私は思います。過去の成功体験が通用しなくなる、そういった時代、まあ、はっきり言ってしまうとアメリカのケツさえ舐めていればなんとかなった時代、日本がアジアの中で一番トップランナーであった時代、こういう時代はもう終わりになってやると、これを今回の米朝首脳会談を契機に、考えていこうではありませんか。日本以外の国がアメリカと仲良くなった、握手をした、まあ、そういうことで面白くないと、特に安倍総理なんかはそう思っておられるかもしれません。まあ、日本人の中にもそういう潜在的な意識というのはやっぱり明治以来150年間どうしてもあると思いますが、そこは頭を切り替えていかないとこれは大変なことになるというふうに私も思います。何が起きるかというのはなかなか予測は難しいところでありますが、まあ、過去の例を見ましても、東側だった国が、西側になって、そして、経済発展をしていくという例はあります。まあ、中国が、まあ、資本主義になったというのも非常にそうでありますし、まあ、いろんな国がそういう方向になっている。ただそういった中でいろんな問題も起きていく、そういったことにも対応していかなければならないと思います。もう一つ、裁判所の批判というものを今日はしたいと思います。昨日袴田巌さんの再審決定、これを高等裁判所が覆すということが起きました。地方裁判所では袴田さんが犯人ではないと、そういう鑑定結果、これを認めて再審請求を認めたわけです。袴田さんはすでに釈放されています。今回の高等裁判所、袴田さんの再審請求は認めない、ただ袴田さんは年を取ってるから、刑務所に再び入れることはしない、そういうちょっとよくわからない決定を、しております。ちょっとおかしいではありませんか。本当にこれはおそらくこういうことだと私は思います。やはり袴田さんは犯人ではないというのは裁判官も分かっている、あるいは警察とか検察の人たちもおそらく分かっている。しかし、警察や裁判の所の裁判官、司法の人たちが、
間違いを犯したというのはこれ絶対に認めたくない、それこそいい大学を出て、まあ、警察の官僚の人であれば大体東大法学部を出ている、裁判官の人も名門大学の法学部を出て、そして司法試験に受かった、そういう優秀な人たちが自分たちの誤りは認めたくない、だから再審請求は認めない。ただ袴田さんは本当はやっていないというのはもう薄々感じているから、袴田さんは釈放したままにする、まあ、こういったところではないかと、悪しき日本の玉虫色決着というやつではないかと思わざるを得ませんが、皆さんどう思われるでしょうか。まあ、もう当時の裁判官でさえもこれはもう袴田さんはやっていないというふうに確信し、無罪判決を、一応書いていたけど、それを、有罪判決に変えざるを得なかったという経過があったそうであります。本当に裁判まで、改ざんをする、まあ、今財務省や、防衛省や厚生労働省の、改ざんの問題、非常にけしからんことでありますが、いい加減な判決、認めない、誤りを認めないと、司法も全く同じである、そのように言わざるを得ません。もし最高裁判所が、このまま袴田さんの要求を請求を認めないというのであれば、あまりにもふざけている。やはりしっかり、衆議院選挙と一緒に最高裁判所の、裁判官の審査、これ国民審査というのがありますから、しっかり、最高裁判所の判事に罰をつける、名前のところの上の方の欄に罰をつけるということが必要ではないかと思います。次の衆議院選挙、政権、与党が政権を取るか野党が政権を取るか、これも非常に大事でありますが、それ以上にひょっとしたら大事かもしれないのが、ふざけた、最高裁判所の裁判官はバッテンをつけて落とす、やめさせる、これは実は一つ大きな、次の衆議院選挙との際に、注目されるべきことではないかと思います。本当に裁判所本当に腐り切っています。最高裁判所が結局腐っているから、高等裁判所も腐る、これは当たり前です。人事というのは最高裁の方で決めるわけでありますから、上が腐っていれば下も腐る。はたり司法偉い人たちの誤りを認めたくないために再審請求を認めない一方で、釈放はしたままにしておく、わけのわからない決定をする、まあ、そういった裁判官にもご退治をいただかなければならないと思います。そして、最後に3番目に引き続き働き方改悪法案、これは、やめさせなければなりません。この働き方改革法案、こんなものを導入させれば、くどいようですが労働時間の制限がない働き方が、全ての人に広がってしまいます。今制限がない働き方というのは1個ありまして、学校の公立学校の先生です。 4% の手当をもらうだけで後期使われる、これが残業代もなしに後期使われる、これが学校の先生です。まあ、皆さんも部活等々で過労になっている、学校の先生が、非常に過労状態で病気になったり休職したり、挙句の果てには先生が足りんようになって授業が回らなくなっている、そういうニュースを、皆さんも聞いておられると思います。そういうひどい働かせ方、これを多くの働く人にも適用する、これが、高度プロフェッショナル人材制度であります。こんなものを絶対に導入させてはいけません。まあ、そもそも働き方改革、くどいようですが働く人のためじゃありませんよ。過労死をなくすためでもない、教育、子育て、介護と仕事を両立させるためでもない、経団連の人たちが
働く人の給料、正社員の人は残業代を払わずにこき使う、非正社員の人は安い給料で使い捨てにする、こういう、魂胆であります。こういう魂胆の改革を改革と称して20年間やってきた、これがその慣れの果てが働き方改革です。嘘のデータがあるのにもかかわらず無理やり彼らが通そうとしているというのは、何が何でも経団連のためということなんです。そのことを今、しっかりと考えておかなければなりません。引き続き高度プロフェッショナル、そして署名で検索をしていただき、高プロを含む働かせ方改革法は白紙撤回ということで、皆さんの署名をよろしく願い申し上げます。経団連のための、過労死を自己責任にしてしまう残業代を踏み倒す、法律は、これやめにしていきましょう。そしてこんな法律を作らせては、結局のところは皆さんの給料が下がる、そしてその結果として、消費が減り、ますます景気も悪くなっていく、いわゆるアベノミクスとやらの足も引っ張ってしまう、のも金融を緩和しても、庶民の収入が減れば消費が減る、ますます、安倍総理が目指す、経済成長やらも遠のくということも、これはしっかりと肝に銘じておかなければならないと思います。これ以上の働かせ方改革はやめにさせましょう。働いた分の金ぐらいは払ってもらう、そのことが、景気にもプラスになるということをしっかり、肝に銘じていかなければならないし、このままやっていくと本当に、社会保障の財源すらもなくなっていく、給料が安すぎれば外国人労働者でさえも、来なくなり、日本の経済も立ち行かなくなる、このこともしっかりと、皆さん、肝に銘じていただきたいと思います。ご通行中の皆様、そして、祇園出張所周辺の皆様、お仕事一日のお勉強お疲れ様でございました。お買い物お疲れ様でございました。最後までご協力ご清聴、誠にありがとうございました。